イドの皆さん、こんにちは。トウヤとプチさんとひなたです。イエーイ。今日はね、チームセクシーのね、3人でね、今ここはどこですか？幕張メッセですね。はい、そうです、幕張メッセに来てます。幕張メッセ、千葉県の、千葉県だよな。千葉県だと思う。千葉県っぽい、うん、千葉県っぽい幕張メッセに来てます。これで、ね、今ニコニコ動画さんのね、ニコニコ超会議っていう毎年この時期にやるイベントがあるんですけど、そちらの方にちょっとね、まあ、毎年通り遊びに来てます。ちょ、人がやばいですね、人が。これうちのチームのコスプレイヤーのひなた君なんですけど、全然コスプレしてこないんですよ。しかも今日遅刻してきたっていうお墨付きっていうね、このゴミ具合、皆さんどう思います？今年は何があるのか全然調べてないですけどまあ楽しんでいけたらなと思います。はい、今超フードコート来ました。ケバブは去年もあったよね。やべえ、食べ放題飲み放題フィーバーとかある。食べ放題飲み放題フィーバーができるらしいです。で、温玉飯、ブリオッシュコーンジェラード、まあよくわかんないです。で、唐揚げとかそっち系と、あとはカレー、差し入れカレーですね。ライス定食がないだと。なるほど、そういう感じらしいです。チョコバナナ串揚げ、タコさんウインナー串揚げ、まあいろいろありますね。何食べます？どれも美味しそうですもんね。本当に？そう？本当に？僕、俺そんなに美味しそうと思わなかった。僕ちょっと目が悪いですけど、ブリオッシュコンジェラート。なるほど。あれ値段も見えないですけど美味しそうに感じますよ。あれ8万と隣が10万。10万やね。あ、じゃあやめましょう。高い。じゃあ僕は温玉飯10万買ってみます。わかりました。じゃあ僕はケバブかな。ケバブ7万。7万。7万のケバブ行く。7万で。そうです。7万行きましょう。牛さんは？俺はテレビちゃんマンかな。テレビちゃんマン？テレビちゃんマンかな。あっちか。あっちだね。なるほど。ああ、それじゃあ、解散して後で集まりましょう。はい。3。はい、買ってきました。超玉の温玉飯。まあ、ぶっちゃけしょぼいですね。これで1000円で考えるとね。まあまあまあ。そして、ひなたが？ブリオッシュコンジェラートですね。全く聞こえないですね。ブリオッシュコンジェラートっていう、なんですかね、これは。それなんすか？なんかパンの間にジェラートが挟まってますね。なるほど、まあ、つまりシュークリームみたいなもんですね。そして牛さんは？はい、こっちは超今川焼き。超今川焼き、はい、ほう。超会議のキャラクターと、はいはいはい、テレビちゃんが、はい、なるほど、映ってる感じですね。はい、はいはいはい、今回はこれ割としょぼいしょぼいよ、それ中身に行きたいですね。中身に行きたいですね。そんな感じで食べていきたいと思います。はい、はい、ちょっとね、チーム員同じように撮影してるんでちょっとうるさいかもしれないですけどちょっと食べていきたいと思います。超温玉飯。ああんまんじゃない、肉まんだ。卵割るってのがめんどくさいですね、これ改善の余地あり。卵割っていきます。あんまんじゃない。はい、超温玉飯食べていきます。美味しいのかな。一応混ぜてくださいって書いてあったんでちゃんと混ぜたいと思います。なんだろうな、焼き飯みたいな感じかな。食べていきますね。それじゃあいただきます。あったかいですね。ほんのちょっとアイスだけど、あったかいアイスだけど、あったかいんですよ。思ったよりもあっさりしてて味がなくてまずいです、これは。すごいですね、これ。これで皆さん、この手のひらサイズのこれ、この大きさでこの味、1000円ぼったくりですよ、ぼったくり。やばいっすよ、これ。うん、こんなあんこやね。すごいっすね。めっちゃ美味しそうな氷のパスタであった、あの冷製カルボナーラがタダで提供しているのに、この大きさ、この味で1000円ですよ。これがニコニコ超会議の闇です、皆さん。あのね、今トウヤ君の声すっごい入ってるけど、いつもこんな感じそんな感じで皆さん、はい、今後もやっていきます。はい、当ててもらいましょうと。はい、まあ、言うてね、牛さんだからね。牛さんなのに牛の味が分かんねえと。これ外したら、外したら、僕今罰ゲーム考えたんですよ。はい、1週間ツイッターの名前、聞き肉失敗した牛さんに変えてください1週間それなんかさっきの話違うの。いや、もうこれでいいです。